言いたいことは今日言っておく文化系トーク YouTube グランパンパースです。まあベスティーとしてね BE:FIRST を推していまして、やっぱり思うことっていうのが結構ありまして、まだそのベスティー自体が例えば旧ジャニーズグループとか K-POP の人気グループに比べて数は少ないんだろうなって思うんですけど、いろんな立場やいろんな考えの人がいて、それが時々ざわってしたりすることっていうのもなくはないけど、ただなんか人材の幅が広いなと思っています。まあ三国志でいうと張飛とか呂布とか関羽みたいな猛将タイプだけじゃなくて、それこそ諸葛亮もいるし、宝刀もいるし、美塾もいるし、関陽もいるし、淳育もいるし、周遊もいるし、陸遜もいるしみたいな、まあ、ちょっと義語色全部混ざりましたけどね。関陽を出すのが自分ではビビったけどね。まあそんな感じだと思っていて、でその流れでね、あとはそうですね、馬謖もね、もともと泣いて馬謖を切ると有名ですけど、実は彼も有能だったんだけど、その時の魏の武将の長江がむちゃくちゃ有能だったもんね。結果だからそれで処罰しなきゃいけなかったけど、例えばまあね、例えばちょっと例えばベスティー同士でそういうのがあったとしても、私たちは戦はしてませんので、だから処罰なんかする必要ないですからね。そういう感じなんで、馬謖もあのまま生きていればきっと職を支えたでしょうという感じで、何の話をしてるんでしょうね。はい、そんな感じなんで、まあ先に進みましょう。今回はまず涼貴くんのお店が東京タワーでっていう感じの話がまずあります。まあ結構ビビる話ですけど、まあまさか東京タワーなんだって思いましたね。っていうのがコラボカフェといいますか、そういうものがどっちかというと俳優三山涼貴の名義の方でやるっていう形になるということがまず一つで、これはね最後に話す予定だけど、 B トークでBE:FIRST メンバー7人を寿司のネタに例えた話が非常に面白くて、 B トーク直接聞きたい方は、まあ、これは最後に話すので、B トークをご真摯で聞いていただければと思うし、すごく面白かったのでそれも話したいです。まあネタバレが嫌な方は途中まで聞いていただければと思います。であとはとあるね新聞社の YouTube チャンネルがベスティーみたいになっているなっていう、そういうのがありました。それも紹介しようと思います。はい、というわけでまずね涼貴くんの話ですね。まあ後に B トーク話もするから結構涼貴くん多めになるかもだけど、あとちょっとね ここでレオ涼貴聞けるかっていうね、レオくんと涼貴くんのそれが聞けるかっていうところもあったんでね、そこも話しますけど、まずねあれですよ、これなんて読むんだろう、RED でドットって書いてあって レッドでいいんですかね。東京タワーのまああれですね、テーマパークじゃないけど、まあそういうのがあって、スペシャルエクシビジョン記念カフェコラボレーション決定を、すごく難しい単語がいっぱいある、エキシビジョンだって、ね、BE:FIRST の涼貴としても活躍中の三山涼貴がメニュー開発をした涼貴坊主くんが描かれたオリジナルフードや三山涼貴ディレクションのスペシャルドリンクが登場、どなたでもご注文可能です。10月31日火曜日から11月13日月曜日、東京タワーフットタウン1階、レッド食堂あるいは RED 食堂、すいません読み方知ってる方コメント欄にお願いします。まあとにかく東京タワーでやるということです。はい、期間がね11月の13日までという形になりますけど、時間がねこの画像にも書いてあるね、あと特典なんかもあって、まあ11時から21時が月曜から金曜日、ホリデーが休日が11時から22時となってます。予約殺到しそうですね。フード特典、ドリンク特典なんかもあって、フード特典、三山涼貴手書きのメッセージピック1枚をランダムプレゼント全4種、ドリンク特典、三山涼貴手書きの RBK コースター1枚をランダムでプレゼント全4種と、これは涼貴ファンはすごく行きたいだろうなああ、いやすごいっすね。いや涼貴くんすげえわ。まあ結構コラボなんかもよくやっているような感じみたいですね。でも本当に有名どころとかアニメコンテンツとかそういったものとかが多くて、そこの中にね三山涼貴っていう存在でいけるっていうのもすごく嬉しいなって思いますよ。
今ね、ツイッターの方、X の方見てますけど、結構いい感じで、再生回数というか、ツイッターの方のね、X の方の閲覧回数も伸びていまして、いいんじゃないでしょうか。うん。VTuber とかもやっぱりやってますね。コラボとか。まあ、その中で、まあ、概要欄にリンク貼りますんで、そちらの方からぜひちょっと見てみてください。はい。続きまして、そうだな。とある新聞社の YouTube チャンネルが、まあ、なんていうか、ベスティー化してるみたいな感じの話というか、あたしらみたいになっていたみたいなことになるんですけど、ですね、スポーツ報知さんですね。スポーツ報知さんが、1年間、BE:FIRST特集をやってくださっていたのは、まあ、皆さんご存知、私も知ってる、皆さんも知ってるわけだけど、スポーツ報知ね、YouTube チャンネルがあって、ですね、普通の動画もあるんですけど、もちろん、ショート動画の方があります。私の概要欄には、ショート動画の方のリンクを貼っておきますけど、ショート動画自体はそんなにたくさん出しているわけじゃなくて、今見る感じでも、17個しか出していませんで、その中の、要するに、1、2、3、4、5、6、うん、少なく見ても、6個が、BE:FIRST、違うよ、7個だ、7個。ショート動画ってサムネイルがね、真っ暗になったりとかするからすぐわかんないのよね。私もショート動画でネタバレしながらやったことあるけど。はい。まあ、それそうだよな。7人いるんだから7個に決まっている。放置スーパージュノンタイム。近くで見るとこんな感じ。アップでも美しいって書いてある。もう完全に中の人ベスティーじゃんって思ってね。で、放置が届ける愛されを通信。愛されてると、レオくんかけて、愛されよってことでしょうね。うん。っていう、BE:FIRST、レオさん紙面作ってみたって書いてある。これね、紙面を作るところ、スポーツ報知さんの紙面を作るところを、まあ、ダイジェストでっていうか、ショート動画で短くね、やってるやつでした。はい。先ほどちょっと見たんですけど。まあ、結構ね、こんな風に作るんだっていう感じではありましたね。うん。そんな構成を練って、そこにこういろいろ足してってみたいな、そういう感じみたいで。新聞ってこうやって足してくんだなって思ったりしましたね。うん。結構ね、今ちょうどレオくんのやつ見てるけど、作り方結構可愛いですよ。スカイハイとか出てくるね。うん。いいね、いいね。そんなのです。結構普通におもろいんで、皆さんもぜひ見てみてください。他にその BE:FIRST 特大旬と紙面作ってみた。で、BE:FIRST 特大竜兵紙面作ってみた。でね、マナト君の紙面のところが、私もこれ一回あったけど、真っ暗な画面になっててね、ショート動画でサムネイル自分で設定できないんで、これ出るんですよね。はい。で、一番新しいのが BE:FIRST 特大猟奇紙面作ってみたっていう形になっております。はい。というわけで、普通の動画の方だとね、BE:FIRST 以外のものとかも結構出していますが、まあ、ショート動画は多分最近作ったんでしょうけど、多分中の人ベスティーですね。てか、担当の人が、ハイ&ローザ・ワースト・クロス、りょうきくんの映画見て、それで、まぁ、ちょっと、その手きっかけにして、BE:FIRST 特集組んでくれたみたいな話も聞きましたから、ね、そことか、嬉しいっすよね。まぁ、がっつり日テレ関連でもありますんで、そこの部分もやりやすかったんだろうなっていう大人の事情もあったりはしますかね。うん。っていうことです。そんでね、続きましてですけども、B トークの話をさせていただきたいと思いますので、まあ、ラジオね、ラジオプレミアムないと、名古屋とかじゃなくて聞けない場合もあるから、まあ、聞けない方はこのまま聞いていただいたりとか、聞ける方で、予備知識なしで最初から聞きたいよって方は、ちょっと、まあ、一旦出てもらうっていうのがいいかな。はい。で、まあ、りょうきくんと、しゅんとくんと、りゅうへいくんがね、毎週やってて、本当に長い間やらせてもらっててありがたいところですけど、シャイニングワンのね、イントロが最初に流れるので、本当に初期の方からっていうことでもあるんだけど、ありがたいっすよね。で、その中で、まあいろんなこと話してて、まずね、寿司のネタに例えた話があるけど、その前にプロテインの話をしてました。まあ竜兵くんも最近自重でっていうか、自分でこうできる腕立てとかで筋トレを始めているって話とかあって、で、りょうきくんとしゅんとくんはね、特にBE:FIRST メンバーでも筋トレがっつりやってて、りょうきくんなんかだいぶもう大きくなってるけど、っていうところもありますけど、その流れの中で、
多分ね、りょうきくんなのかな、あのメンバー全員のそのプロテイン出せたらいいじゃんみたいな感じになってて、でもそうなってくるにはそこまであのみんな、ね、あの説得力ある体にならなきゃいけないみたいな感じで、もし本当になるんだったらそうなるなっていう。でもプロテインもだからいろんなタイプがあるから、例えばそのダイエットとかそういうものを目的にしてインナーマッスル系を鍛える植物的なもののそういうのメインのプロテインだったら、まあそれこそ龍平くんとかジュノンくんとかの感じにして、でがっつりその筋肉とかつける方だったら涼希くんとかそっちのプロテインっていう、そういう考え方がありますよね。まあプロテイン、ビーファーストのプロテインとか健康食品出たらみんな買うでしょ。私は買うですよ、ね、買いますよ、買うですよってなんだろう。はい、ってのがありまして、であのメンバー全員を寿司のネタに例えるって話があったんですよ。なんかこうアイドルとかの界隈ではメンバーを寿司のネタに例えるっていうのが結構あるって話をちょうど来たお便りでやっていたんですね。でその中であのまずそのりょうきくん、しゅんとくん、りゅうへいくんの3人から始まって、であの他4人のメンバーの話もしてました。でまあ、りょうきくんが鉄火巻きっていうね、もうあの鉄とか火とかね、その辺がもうあのまあ髪色がまず赤いからあのマグロかなみたいな感じとか、その赤貝どうみたいな感じでなった時に、あのでも俺貝嫌いなんだよねってなって、でもなんかあのなんか赤貝にしたかった理由が多分しゅんとくんかな、あのジュノンくんが貝好きだから仲いいからって話で、あしゅんとくんまさかあのジュノリョキペア推しかって思ったり、なんか仲いいからっていいっすよね。うん、まあ結果鉄火巻きになりまして、でしゅんとくんは最初はわさびって言われたけど、もう完全にそのりょうきくんもそのマグロってネタもそうだけど髪の色っていうところから来てるけど、まあ結果あのネギダクネギトロっていうかネギがいっぱい乗ってるあのネギトロになりました。はいね。であの龍平くんが紆余曲折あって渋い感じになってサバの昆布締めになりました。うん、なんかでもなぜか納得してしまう感じがする、渋めだけど、うん、そっから先がね結構おもろくてね、そっから先今までも面白いんだけど、あのソータくんが茶碗蒸しっていうね、これなんかみんな3人が笑ってましたね、めっちゃわかるみたいな感じで、うん、茶碗蒸しらしいです。なんかまああえて違うところ来たなっていうところですけどね、茶碗蒸しねあるといいですからね、あのお寿司食べてる時に。でマナトくんがカニっていうことで、これめちゃくちゃ3人納得してましたね。うん、なんかそういう感じなんだなって思ってね、まあなんかそうなんだなと思って、まあわかる気もするような。でもジュノンくんはアワビだったんですけど、これはジュノンくんがアワビが好きだからって言ってたからって話で、ここはなんかあそうかって思って、うん、まあアワビ好きって確かに言ってましたよね。うん、赤貝も好きってことは貝系がジュノンくん好きってことか。でもりょうきくんは貝があんまり好きじゃないってことか。ジュノンくんあとあれか、エビは苦手でしたよね確かね、なんかそんな話を聞いた気がする。うんね。であのレオくんがあのいろいろあって味噌汁になりまして、でもなんかねこう温めるっていうか、あとその季節によって具が変わるみたいな感じの話をしていたんですけど、なんかこれもわかる気がしてっていうか、ちょうど X 見ていてイラストで私がこのラジオ聞く前に寿司のネタでやってたのがあったんですけど、あのレオくんはじめとしてみんなが顔の部分があの寿司のネタになってて、でもなんかあのレオくんすぐ分かったなっていうところ、まあでもこれあれかシャイニングマンの並びだからかな、うん多分ねっていうとこなんですけど、まああのそれもありつつでね、そこでレオリョキが見れたのが、あの見れたって聞けたのが、まあ、レオリョキと言っていいのかな、レオリョキペアであのリョウキくんがレオくんのことをねすごく考えてるところが見れたのが、まあ、要するになんかあのね酢うどんとかね、なんか青さ味噌汁みたいな、まあ結果どうなったんだっけな、でとにかくいろんなこと言ってて、なんかリョウキくんはあの寿司だから海鮮を入れてあげたいって話をしてたと。そう、茶碗蒸しもあの海鮮もちろん入ってますから、だからそこの中で例えばうどんとかのそういうあの話もあったわけなんですけど、まあリョウキくんがねあの海鮮を入れてあげたいって話をねあの結構強めに言ってて、あ優しいなと思って、なんで俺はここで優しさを見てるんだろうなっていうね、まあそんな形の話でございまして、はい、ということで、まあでもねいい感じだと思いました。つまりこうあれですから、あの味噌汁と茶碗蒸しもありながらで結構いい感じで、あのお寿司もありましてね、まあ個性豊かだなと思ったりしまして、でねあの謎の話があってね、これから皆さん僕たちのことを寿司の名前で呼んでもらえたらっていう、うん、あの寿司の名前で呼ぶそうです。あのね
アオサ味噌汁って言いづらいんですよ。あるいは海鮮味噌汁って言いづらいんですよね。鉄火巻きは言いやすいって言ってました。っていう感じです。いやー面白かったですね。寿司のネタ、まあ寿司もよく食べるそうでね。でなんかでも前 X で見たんですけど、なんかケータリングでどこかのライブだかどこかの番組収録でお寿司が2つお皿が大きいのがあって、で結構秒で平らげたらしいんですけど、あのわさび抜きの方が先になくなったっていうあの7人の話がありました。あの舌があのまだお子様なのでしょうかと、そういうふうに思って可愛らしくて仕方がございませんでした。まあでもおそらくあの両方とも食べたと思いますけどね。っていうことですね。はい、まあ余談でございましたが、いろんなこと語らせてもらいました。というわけで、まあ、りょうきくんの東京タワーのところでの、まあ、カフェの話だったりとか、あとスポーツ報知さんの YouTube ショートのところのやつ概要欄貼っておきますんで、まあぜひ行ける方行ってみてください。まあ行ける方っていうか、りょうきくんの店は行ける方だけど、スポーツ報知さんの方のやつはすぐ行けますからね。はい、っていう感じでした。はい、では私はいろんな動画を撮ってますので、タイトルサムネイルで興味あるものございましたらぜひご覧ください。そしてすぐに情報が入りますようにチャンネルの登録をおすすめいたします。では失礼いたします。言いたいことは今日言っておく、街角の語り部グランパンパースでした。